どうも、ジップ FM ナビゲーター作曲家の西岡大樹です。さあ、こちらのポッドキャスト、名古屋はジップ FM 毎週土曜日曜朝6時から放送中の番組、ビッグヤップがお届けするポッドキャストプログラム、ビッグヤップコライトです。さあ、これが配信されているのが7月の12日配信ということで、あれかな、夏休み入るくらい。まだ早いんだ。あれ、そうだっけ？この7月の中3連休で、その、1日行ってみたいなんじゃないっけ。もうちょっと遅いのか、来週再来週から。あ、そうかそうか。まあでも、もう間もなくてかですね。はあはあはあ、夏休みってなんかもう遥か昔のことのように思うんですけど、しげちゃん、宿題とかちゃんと やってる人でした？やるタイプでした？頭1週間と最後1週間。ああ、頭1週間ちゃんとやるんだ。ああ、はいはい、途中からだれてね。はいはい、そうね。夏休み今どういう感じなのか全然わからないけれど、夏休みさ、やっぱ僕今33でスタッフ2人はまあ20半ばぐらいですけど、やっぱいいともをね、毎日見られるのが楽しかったよね、嬉しかったよね。そうそう、今どうなんでしょうね。まあまあ、でもそれこそあれか、別に時間関係なく1日家にいたら YouTube 見たりしてんのかな、TikTok 見たり。俺はもう本当に子供の頃から見たいテレビがあるから友達との約束途中で切り上げて帰るみたいなタイプだったからね。そう、いいと思ってやっぱ見たかったからね。別になんか何が起きるわけでもないんだけど、やっぱなんか見ておきたかったんだよね、いいとも。そう、総集編とかもいいんだけど。そうね、だからたまに体調崩して学校休む時とかもやっぱいいとも見れるの嬉しかったもんな。今そういうのないのかな、なかなかね。そうね、あら、今だとラビットね、ラビット朝ね。そうね、あのラビット、うちの5歳の姪っ子が大好きで、あのいつも会うとあのラビットってあのポーズやってますよ。あの大体あの写真とか 見ると、その保育園の友達とかの写真撮ってる、そのメイク一人だけあのラビットのポーズやってるからね。そう、だから僕今東京住んでるから、いつもなんかそんなに行く機会もないけど、あの赤坂の方とか行くと、あ、メイクにそのラッピーのキーホルダーとか買ってってあげようかなと思うこと。そうか、今ね、ラビットか。はいはい。ワハスタは？おはスタもやってるでしょ。うん、おはスタね、おはスタ、おはスタ。うちはちゃんと朝しっかり起きる家だったから、おはスタしっかり見てから行ってましたけどね。うん、そうね、だから今、そうね、だからそれ国民的なみたいなのってあんましないじゃないですか。みんな何見てんだろうね。だから前も言ったけど、その夏休みっていうのもあるけど、あの、お子さんからのね、メールとか来たら、あの、嬉しいなと思ってるんで、ぜひあの番組よかったら親子で聞いてもらって、何でもいいんで、あの、メッセージ送ってくださいね。さあ、ポッドキャスト、やっていきますよ。あなたの音というコーナーを、ラジオ本編でやっておりますが、そちらをポッドキャスト用に再編集して、お届けしております。あなたの音、日常のいろんな音、番組まで撮って送っていただいて、その音を通してリスナーそれぞれの生活を感じるといったコーナーでございます。さあ、今日は7月6日土曜、7月7日日曜に放送したあなたの音ポッドキャスト用に再編集してお届けいたします。どうぞ。さあ、今日は皆さんから届いておりますお昼12時の音、聞いていきたいと思います。まずは南区、ラジオネームでんでんさん、6月24日お昼12時の音。
南区でんでんさん、6月24日お昼12時の音。一度はやってみたかった畑仕事、春から畑を借りることができ、休みのたびに通っています。うん、いいね。この音は畑の一角に穴を掘って生ごみを穴に入れて土をかぶせるという作業をしています。微生物が生ごみを分解してくれていい土になるようです。スコップで地面を振る音が気持ちよくて録音してみました。うん、いい音、いいですね。僕もね、畑仕事、畑、うん、そう、実際に、仲良くしている音楽関係の先輩にも、その音楽やっている人同士で畑を借りて、野菜を育てて、それを自分たちのイベントで販売したりしてるみたいなことをやってる人も実際に近くにいたりするんだけど、僕も結構それ興味あって、たまにその、お手伝いで呼んでもらったりするんだけど、すごく畑の仕事いいっつって、うん、このスコップの音も、すごくいい音でした。これちょっと、またこの、多分野菜とかね、きっと育てるんでしょうから、またちょっと続報を、お待ちしております。さあ、続いて、伊勢市愛さん、6月29日土曜のお昼12時の音。伊勢市愛さん、6月29日お昼12時。土日は、上の子供たちは部活などで、お昼いないことが多いのですが、今日はテスト前でみんないます。お昼ご飯のパスタのお皿を出しているところです。隣の部屋で高3の長男が気晴らしに新しい楽譜を見ながらピアノを弾いています。いいね。高3男子が弾く、ちょい切ないピアノ、いいね。さあ、そしてラストかな。森山君、ラジオネーム美しい寿司の、6月15日お昼12時の音。美しい寿司、6月15日お昼12時、ピザ生地を作る音です。この日、家にいたのが私1人だけだったので、何か手の込んだ料理を作りたく、ピザを作ることにしました。材料を混ぜ、発酵させた生地を叩きつけた後、粉をまぶしながら伸ばし棒で生地を、伸ばした様子です。その後完成したピザ、残念な見た目ですが、味は美味しかったですね。あれですね、美しい寿司はなんかいいね、充実してるね。ゴルフやったりさ、ピザは生地から作るってとてもいいよね。なんか音を取るためにさ、どっち先行でやってくれてるかわからないぐらい、なんか毎回この音を送るのを楽しみながらやってくれてるイメージありますけど、すごくいいですね。今日3つとも良かったな。畑とかそのピザ生地から作るとかいい趣味ですよね。僕も畑もそうだし、あとなんかそば打ちとかなんか遠くでやりたいなとか思ったりするんですけど、今日3つともとても良かったです。さあ、今日は皆さんから頂いております朝6時の音をご紹介していきましょう。まずは、ラジオネーム浜松の鳥ガラさん、6月29日朝6時の音。
いいですね。浜松の鶏ガラさん、6月29日朝6時、この日は岐阜長野の県境にある恵那山で登山。前日の雨の影響で、山道沿いの川が増水し、大きな音を立て少し不安になりましたが、鳥の鳴き声に勇気をもらい登ってきました。ここから今年の夏山シーズンスタートです。と、はいはいはい。鳥の鳴き声すごいね、綺麗でしたね。そうか、もう朝6時ぐらいから登り始めんのかな。いいですね。すごいのどかだ。では続いてラジオネームヒースさん、6月28日朝6時の音。はい、ヒースさん、6月28日金曜日、いつもの出勤の朝、家の玄関を開けて車に乗り込むまでの音。この日は梅雨らしく朝から大雨、玄関から車までの短い距離でしたが、結構雨に当たってしまいびしょびしょになってしまいましたと。はい、本当に最近雨降るときめっちゃ降るっていうか極端ですよね。そう、そうだよね。だから毎朝とか出勤している人は行かなきゃいけないもんね。大変だ。めちゃ、そうよね。電車に乗る人もそうだけど、なんかびちゃびちゃになるだけで一気にやる気なくなりますけど。そう、雨ね。そう、梅雨時期ね。もうだから今日あれだよね、オンエアの日七夕だから、七夕の日って大体雨降ってますからね。そうそう、もうちょっと梅雨明けると思いますので、もうしばらくの辛抱ですけど、雨ね、多いからね。そう、雨降るとさ、もう気圧のあれで、なんか僕も本当なんか眠たくなっちゃって、なんか何もやる気起きなくなっちゃったりするんですけど、ね、まあぼちぼちやりましょう。はい、というわけであなたの音を聞いていただきました。さあ、ぜひね、皆さんも、音を送ってください。現在募集中の音、朝6時、お昼12時、夕方5時、深夜0時、それぞれお待ちしております。送り先、ビッグアップアットマーク、zip-fm.co.jp、 bigyup@zip-fm.co.jp、こちらのね、ポッドキャストを聞いている方もぜひ送ってください。またそれこそね、夏休みとかになるとまた、家に普段いない人がいたりとか、どっか出かけたりとか、いろんな音も取れるチャンスあると思うんで、ぜひ送ってください。スマホのね、ボイスメモなんかのアプリで撮ってもらって、番組にメールで添付して送ってください。採用されますとオリジナルのミニステッカープレゼントしておりますので、お名前、住所、お電話番号も本文に記載をお願いいたします。さあ、ぜひね、ラジオ本編も聞いてください。名古屋の ZIPFM というラジオ局で、毎週土曜日曜朝6時から、ビッグアップという番組を放送しております。ラジコのね、エリアフリー、タイムフリーなんか駆使していただいて、聞いていただけると大変嬉しく思います。さあ、というわけで以上、ビッグアップコライトをお届けしました。